あやちゃんと付き合い始めてから2年と少しの時間が過ぎました。5年前に一度会ったきりだった僕たちを友達夫婦のそうし君、なおちゃんが引き合わせてくれたのが付き合うきっかけでした。今でも告白してもらった人のことをよく覚えています。駅で待ち合わせをしていて現れたのりさんは伸び放題だった髪を整え、メガネをコンタクトにして、服装もいつもよりかっこよくしてくれていましたね。照れながらも行動で気持ちを伝えてくれるのりさんの誠実さに心を打たれ、お付き合いしたいと思いました。せーの、乾杯。いつも温かく寄り添ってくれて、私のことも私の親族のことも大切にしてくれてありがとう。二人で過ごしていくうちに、いつの間にかあやちゃんと二人でいるのが自然で、僕にとっての日常になっていきました。あやちゃんの感情豊かで明るいところが好きです。あやちゃんの真剣すぎるぐらい仕事に取り組む真面目さが好きです。あやちゃんの気持ちをまっすぐに伝えられる素直さが好きです。あやちゃんの僕だけに向けてくれる笑顔が好きです。行動で気持ちを伝えてくれるのりさんが大好きです。今までありがとうございます。これからも温かく見守ってください。のりさんと出会うことができたのも二人のおかげです。今まで育ててくれてありがとう。冗談を言い合ったり、一緒に料理をしたり、二人で楽しい時間を作っていこうね。これからもずっと一緒にいてください。そして今まで通り楽しく生きていきましょう。